京阪工作客車1号、赤根京阪工作客車2号、小金京阪工作客車は、京阪電気鉄道の京阪工作線で使用されている工作式鉄道用客車。本校では、1955年に運用を開始した初代の車両と2001年7月11日に運用を開始した2代目の1号2号の両方について記述する。初代の車両は、 戦争の激化に伴って1944年に廃止された工作船を1955年12月に復活させるにあたって同年に製造された。京阪発の日立製作所製車両であった。図色は特急と同じマンダリンオレンジとカーマインレッドのツートーンカラー。車体は前面が湘南型に禁じした2枚窓デザインで、 全長約14メートル、片側5扉であった。2001年6月14日に1号が、翌15日に2号が、新造された後継の車両と入れ替わる形で、搬出された。2代目の車両は、2001年に、旅客サービスと保安度の向上を図るため、約半世紀ぶりに新造された。製造メーカーは、川崎自由工業である。 同年6月14日に1号が、翌15日に2号が、それぞれ初代と入れ替わるように搬入されて、同年7月11日に営業運転を開始した。車体前面は6000系以降の2枚窓デザインを踏襲しており、側面は初代と同じく片側ご扉である。図色は初代と同様のツートーンカラーをまとう。座席配置はすべて固定式。 クロスシートでケーブルやワタグー山駅側の車掌台の横の位置、座席を除き、すべてふもとのケーブル八幡、宮口駅側を向いている。これは下山時に、橋梁からの眺望を確保するためとしている。2008年4月15日に、京阪線の車両の塗装変更が発表されたが、この2両の塗装は対象外であった。京阪電鉄の車両には成田山不動村のお風が、 取り付けられているが、工作船については、初代客車より男山にある岩清水、八ワタグのお札が取り付けられている。冷房装置を搭載していないため、下季には、ケーブル八幡宮口駅とケーブル八ワタグ条駅に、冷蔵君と名付けられた冷風機が設置され、停車中の車内に冷風を送り込んでいる。2019年6月19日から、火の使い、 ガツの使いをコンセプトに、片方が上ると、片方が下るケーブルカーを、太陽とガツに見立てた車両デザインに、外装、内装とも変更して運行しており、太陽の光、岩清水、八幡宮の車伝の朱色、京阪特急の赤色をイメージした赤い車両に、赤根、月の光、岩清水、八幡宮の車伝の金色、京阪特急の黄色をイメージした黄色の車両に、 小金の愛称が設定された。ありがとうございます。